って参議院選挙を乗り越えて、そして新しい時代の政治を切り開くともに頑張ってまいりたいと思います。今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの協力のおかげで全ての日程が終了いたしました。これから新代表とともに新しい時代を築くために皆さんと一致結束して頑張ってまいりたいというふうに思います。今日は本当にご協力ありがとうございました。